今日はゴムの木の葉っぱを描きます。鉛筆でいつものようにデッサンをしてみます。まず中央線を引きましょう。ゴムの木のデッサンができましたので彩色に入ります。まずベースに黄土色を塗っておきます。ゴムの木の葉っぱを彩色します。普通のグリーンよりはちょっと深いグリーンですので、真ん中に葉脈のような線、筋を入れておきます。
これでゴムの木の葉っぱの絵が仕上がりました。